はい、どうも、ラック系です。はい。今日はですね、自粛、テレワーク用の第2弾ですね。はい。赤西仁君のエターナルを歌っていきたいと思います。はい。こちらもね、ソロデビューしてからは、ソロデビューする前なんですけど、実質は。はい。かなりの名曲なので、こちらをみんなに聴いていただけたらなと思います。あとはちょっと話変わるんですけど、ちょっと概要欄にちょっと詳細は貼っとくんですが、ビジュアル系バンドの真央さん、真央さんっていうか、何やったっけな、忘れたんですけど、まあそちらの方が、3分10秒ぐらいになるんですけど、なんか世界記録が出たというところなんで、はい、ちょっと見ていただけたらなと思います。はい。そしたら、聞いてください。赤西仁君で、エターナル。好きとか嫌いとか、簡単な言葉じゃ伝える ことができない。一年に一度の特別なこの日を何度でもいつまでも一番近くで無邪気な笑顔変わらない仕草一つ一つ全てが宝物あなたが笑って生きてるただそれだけで嬉しくて、暖かくて、優しくなれる。僕の未来を照らしてる。